地区の皆さん、こんばんは。法務省の樋口でございます。本日はお忙しい中、またお疲れのところ、お仕事の悪い中、法務未来ミーティングにお越しいただきまして、誠にありがとうございます。コロナ禍でなかなかそれぞれの地域の皆さんと、お会いをさせていただくこと、お顔を見ることができませんでしたので、本日未来ミーティングを開催できましたこと、本当に田中会長様はじめ皆様方の、ご協力でできましたことに感謝を申し上げ、非常に嬉しく思っているところでございます。また皆様方には市政各班にわたりまして深いご理解と、さまざまなご協力をいただき、また共同していただいておりますことに、重ねて感謝を申し上げます。また大変お忙しい中、星井市議長さん、藤原議員さん、そして昨日のオープニング、今日の大里と向山県議には2日続けてお越しをいただいております。心から厚く御礼を申し上げます。本日は未来ミーティング、コロナ禍におけます未来に向けたまちづくりと題しましての、話でございますけれども、時間がございませんので、限られた時間ですが、早速内容に入らせていただきたいというふうに思います。表紙をめぐっていただきまして、目次でありますが、1、安心コロナ禍の暮らし、2、安全、災害に備えた暮らし、3、健康元気な暮らしといたしまして、それぞれ現状あるいは市の事業についてお話をさせていただきます。そして4、連携共同未来に向けてでは、今後の明るい未来に向けてのまちづくりについてお話をさせていただきたいと思います。では次のページに進んでいただきまして、1、安心コロナ禍の暮らしについてであります。新型コロナウイルス感染症は私たちの暮らしを一変させ、今もなお多くの市民の皆様が不安を抱えながら日々の生活を行えていることと思います。そしてそこで今日はコロナの現状と感染対策、そして市民の皆様の暮らしをお支えする市の事業などについて紹介をさせていただきます。資料1ページをご覧ください。甲府市の月別感染者数の状況でありますが、本市では昨年3月から医療従事者のワクチン接種を開始をし、その後計画的にワクチン接種を進めてきたところであります。本市におきましても全国的な傾向と同じように、今年の1月から感染者が急増、第6波でありますけれどもしており、3月にピークを迎えましたが、4月5月と減少してきております。現在は少し落ち着いてきている感がございましたが、先ほど会長からもお話がございましたけれども、今日は県が171人、甲府が38人と、またちょっと心配な状況でございます。2ページをご覧ください。これまでの減少傾向をさらに加速したい、継続し、感染を抑え込むには、やはり、感染症の拡大防止に向けた取り組み、すなわちワクチン接種と感染予防が特に重要であり、どちらにおきましても市民の皆様のご理解とご協力が引き続いて必要でございます。3ページをご覧ください。ではここで年代別のワクチン接種率を見てみます。左の2回目接種完了者を見ますと、全世代を通じましておおむね8割から9割の方が接種を終えております。続けて右の3回目接種完了者を見てみますと、世代が下がるごとに接種率は低下をしており、特に30代、20代では5割を切り、12歳から19歳では3割を切っています。厚労省、国はワクチンの効果は時間とともに低下をするため、継続的にワクチン接種の機会を提供することが望ましい、感染拡大防止および重症化の観点から、重症化予防の観点から継続してワクチン接種をお願いしますとしています。海外での接種後の研究結果によりましても、60歳以上で追加接種を受けた場合、受けなかった場合に比べまして感染者の数と重症者の数が少なかったという報告も出ているところであります。感染拡大はもとより、重症化防止のためにもより多くの方が接種できるよう、市としても今後もしっかりサポートしてまいりたいと思います。今一番感染者の特徴は子ども、お子さんと小さいお子さんを持つ家庭の感染が減っておりません。ワクチン接種率と比例をしております。副反応が低いと報告をされています
モババックスという新しいワクチンの接種も県の方で大学病院の方で始まっております。忙しくて接種ができなかった方、あるいは副反応が心配で躊躇されている方につきましても、ぜひ接種をご検討いただきますようお願い申し上げたいというふうに思います。社会全体でコロナに打ち勝っていく、そしてまた前のようにですね、子どもたちの、特に子どもたちの行事が、修学旅行とか入学式、卒業式がうまくいかないようになってしまったら本当に元の目的でございますので、そんなことも私ども強制はできませんけれどもお願いをさせていただいているところでございます。皆様方のご協力を重ねてお願いいたします。4ページのワクチン接種の今後の予定をご覧ください。それぞれ接種券を発送済み、または順次発送する予定となっております。もちろん接種券をなくしても再発行を行っておりますので、コールセンターまでお電話をいただきたいというふうに思います。接種の予約方法でありますけれども、集団接種、総合病院での個別接種を希望される方は、オンライン予約またはコールセンター、かかりつけ医等の市内協力診療所 での接種を希望される方は、そこへ、直接ご確認をしていただきたいというふうに思います。そして4回目のワクチン接種につきましても、60歳以上の方と18歳以上で基礎疾患をお持ちの方からもう始めているところでございます。今日お配りした先日新聞折り込みをしたチラシに非常に詳しく出ておりますので、またご一読いただければありがたいと思います。今後も本日といたしましては、国県と緊密に連携をする中で、今まで以上に安心安全に、そしてできるだけお近くで接種ができるよう進めてまいりたいと思いますので、重ねてご協力をお願い申し上げます。5ページをご覧ください。本市のこれまでの取り組みについて報告をさせていただきます。保健所機能を持った健康支援センターを感染予防と感染拡大防止を図るための公衆衛生の拠点として、中核市の強みを生かし、帰国者接触者相談センターの設置をはじめ、市民の皆様がなるべく早期に病院での受診や各種機関での検査をしていただけるよう、専門的な見地から新型コロナウイルス感染症への対応を推進してまいりました。さらに感染拡大の防止と対策機能の強化、市民生活への影響の抑制および経済活動の不安の縮小化を柱に据え、対応策をいくつも講じてまいりました。6ページをご覧ください。具体的なコロナ対策の例が、いくつも出ておりますけれども、感染拡大の防止と対策機能の強化および市民生活への影響の抑制という視点から、自治会や消防団の皆さん、子育て世代など幅広い対象の皆様方の支援に特に力を入れてきたところであります。7ページをご覧ください。経済活動の不安の縮小化という視点からも、事業支援金の支給やキャッシュレス決済を活用したキャンペーンなど、地域経済の維持向上に取り組んでまいりました。今後におきましても、先行き不透明なコロナの状況や国際情勢、経済情勢などを常に見極める中で、適時的確な事業を展開してまいります。6月21日にまでで閉会をいたしました6月議会におきましても、補正予算を認めいただきまして、今また新たな経済対策ですね、スピード感を持って行っているところでございます。8ページをご覧ください。皆さんの中でも体調不良と喉が痛いとかで、もしかしたらコロナの感染について心配になったことはないでしょうか。感染かなと感じたときには、本市には保健所がございますので、24時間対応で感染に不安のある方の相談を受け付けているところであります。またワクチンを接種したいという方につきましては、先ほどご案内した通り、ワクチン接種専用のコールセンターをご用意をさせていただいております。移動にかかるタクシー代の運賃割引も行っておりますし、聴覚や言語障害の方からのファックスでの予約も承っているところでございます。9ページをご覧ください。コロナの影響で困っているけれども、どこに相談したらよいかわからないという方がいらっしゃいましたら、まずは相談先案内専用ダイヤルにご相談をいただければと思います。相談内容に応じまして、職員が適切な窓口におつなぎをしているところでございます。
またコロナによって家計が急変した方々に対しましても、国の制度では救うことのできない世帯に対しましても、本市独自の給付金、交付臨時特別給付金プラスをご用意をしております。その他にも住居確保給付金などさまざまな支援メニューがございますので、ご自身のみならずお知り合いやご近所様でお困りの方がいらっしゃいましたら、まずは本市市役所までご連絡をいただければと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。続いてここから2つ目、安全災害に備えた暮らしについてであります。コロナ禍であってもいつ何時起こるかわからないのが自然災害でございます。ここ数年ではゲリラ豪雨や線状降水帯といった言葉をよく耳にしたのではないでしょうか。そこで今日はこれまで以上に備える必要性が高まっている豪雨災害への対応につきましてご説明をさせていただきます。10ページをご覧ください。千曲川の氾濫をもたらした令和元年10月の台風19号では、ここ甲府市でも市内全域で避難所を開設をいたしました。さまざまなことをまた教訓として学ばせていただきました。また熱海市の土石流災害におきましては、甲府地区消防本部からも援助隊を派遣をいたしまして、この写真のような救助活動を行ってまいりました。11ページをご覧ください。近年発生しているこのような豪雨災害を踏まえまして、1000年に一度とも言われる大雨を想定した洪水ハザードマップを平成31年に作成をいたしまして、市民の皆様方に全国配布をさせていただきました。そして昨年これに久川、蒲田川といった河川が新たにハザードマップの対象と加わり、また国の方で避難情報につきまして避難勧告が廃止されるなどの大幅な見直しがされたため、今年新たな洪水ハザードマップを作成をいたしまして、先日7月号の広報交付とともに各ご家庭に配布をさせていただきました。ありがとうございました。このハザードマップによる甲府市全体の状況や大里地区の詳しい状況についてちょっと見ていきましょう。12ページをご覧ください。拡大したものが次のページとなります。左が甲府市全体、右が大里地区の図であります。洪水ハザードマップでは河川が氾濫した際の浸水を、水が来ない白い場所から浸水が深くなるにつれて色をだんだんと濃くして示している一方で、山沿いなどの地域では赤と黄色の枠で大雨などによる土砂災害に警戒すべき区域を示しております。甲府市全体では河川が流れる広い範囲で洪水の浸水区域が、南北の山沿いでは土砂災害の警戒区域があり、多くの地域で水害による被害を受ける可能性があります。拡大した大里地区のハザードマップをご覧ください。大里地区では防災部の皆様を中心にさらに見やすい地区防災マップを昨年度に作成され、全国配布なさったことを承知しておりますので、すでに詳しいことをご存知かと思いますけれども、改めて説明をさせていただきます。大里地区を見ますと、地区のほとんどがオレンジ色で塗られている洪水の浸水想定区域が広がっています。洪水の危険は地区の東側を流れる荒川、南側を流れる笛吹川のほかに、新たにハザードマップに追加された蒲田川、久川やだいぶ離れた釜無川の洪水でも浸水の可能性があり、このハザードマップはこれらの川からの浸水を重ねたものであります。お手元の大里地区のマップの裏側にはそれぞれの川からの浸水の様子もお示しをしていますので、川ごとの危険性についてもご確認をください。13ページをご覧ください。そしてこれらの危険な場所からの避難についてでありますが、まずこのマップでご自宅付近の色や模様をご確認をいただきたいと思います。まず荒川や笛吹川、蒲田川沿いの網目模様、家屋流出の恐れがある区域では洪水によって家屋が倒壊したり、地面ごと家屋が崩落する恐れがあるため、危険性が高まった時には立ち退き避難が必要であります。また地区のほぼ全域が1階に浸水する薄いオレンジ色や2階に浸水する濃いオレンジ色、
笛吹川沿いや大津町付近など最も色が濃くなっている場所は建物の3階以上に当たる5メートル以上の浸水が想定されており、いずれも原則として立ち退き避難が必要であります。14ページをご覧ください。そして水害の危険性が高まった際には危険な場所にいる全ての人が避難をする必要があり、自ら身を守る避難行動が重要であります。コロナ禍におきましては感染防止の観点からも自ら避難先を検討する必要があります。水害の発生が予想されるときには避難所に避難することだけではなく、こちらの図のように安全な場所にある親戚や友人宅、高い建物などに避難することが考えられます。3メートル未満の浸水の場合に自宅の2階で安全を確保することや、集合住宅の2階以上の場合にそのまま自宅待機することも避難になります。ただ自宅では水が引くまでの間を過ごすための備蓄をしていることなどが必要です。本市においても民間施設と、避難者受け入れの協定を結ぶなど引き続きまして避難先の確保に努めてまいりますので、市民の皆様の避難先の検討をお願いをいたします。15ページをご覧ください。避難先や避難行動につきましてあらかじめ整理をしておくためにマイタイムラインの作成を市では推進をしています。避難先を決めておくことや、ここに表でまとめられている避難情報や気象情報などの警戒レベルに応じた行動を整理しておくことで、避難への心構えや避難行動が必要になったときに適切な避難につなげることができます。またお一人お一人の避難先などをあらかじめ決めておき、その情報を地域で共有できますと、迅速な避難行動だけでなく避難の支援にもつながります。ある自治会では令和元年の台風の際に市内で避難指示などが発令されたことを受けまして、実際に危険性がある区域の住民に避難を促して避難所や知人宅へ避難させるといった素晴らしい取り組みも行われました。こういった取り組みも甲府市全体に広がるよう研修会の実施などを通じて呼びかけてまいりたいと考えております。16ページをお願いします。ここまで話してきたような水害の危険性やハザードマップの内容について知っていただき、ご家庭でのマイタイムラインの作成や地域での防災活動につなげていただくための水害避難の地区研修会を全ての地区で実施をしていきます。大里地区ではすでに5月28日にここ大里小学校で開催し、自治会長様や防災リーダーの皆さん、消防団の皆さん、各種団体の皆さんなど多くの方々にご参加をいただきました。ありがとうございました。また研修会の内容を地区の皆様にお知らせする資料も配布させていただきましたので、今後の地域での取り組みにつなげていただきますようお願いを申し上げます。17ページをご覧ください。本市では防災に関する情報を提供するため、スマートフォンをお持ちの方に甲府市防災アプリを配信をしています。このアプリでは防災行政用無線の内容を受信できるほか、最寄りの避難場所を一覧に表示する防災マップや各ご家庭にお配りをしております我が家の防災マニュアルを閲覧することができます。防災行政用無線またはテレビまたはラジオなど他の防災情報と合わせまして、災害時はもちろん平常時におきましても防災に関する情報収集などにぜひご活用をいただければというふうに思います。以上ここまでが安全災害についてでありました。続いて3つ目でございます。健康元気な暮らしについてであります。コロナ禍であっても健康づくりを後回しにすることはできません。コロナの影響で生活が変化をし、これまでと同様の健康づくりが行えていないという方もいらっしゃるかと思います。本日は本市におけます健康づくりの取り組み等を紹介をさせていただきますので、今後の健康づくりの推進にお役立てをいただければというふうに思います。18ページをご覧ください。本市では人、地域、町の健康づくりを推進し、みんなが健康で笑顔が絶えない元気式甲府を目指して取り組んでいます。
こうした中、平成31年の中核市への移行に伴いまして、保健所機能と保健センター機能を併せ持つ健康支援センターを設置いたしました。そして令和元年9月には健康都市宣言を行い、町の元気の源となる市民の皆様の健康づくりに取り組んでおります。19ページをご覧ください。健康都市宣言、ここにあります5つの項目を5本柱といたしまして宣言をさせていただきました。ここからこの柱に沿って主な取り組みを紹介をさせていただきます。20ページをご覧ください。まず1つ目の柱では、壮年期、青年期、高齢期におけます健康づくりを推進をしています。本市ではがん検診をはじめとする市民の皆様の健康状態を図るさまざまな検診を実施するとともに、令和3年度からは新たに健康づくり活動への参加に対しまして健康ポイントというものを付与し、ポイントに応じた景品を受け取ることができる健康ポイント事業をスタートいたしました。また今年度は新たに国民健康保険加入者におけます40歳以上の5歳ごとの節目年齢に達する方の検診費用を無料とするなど、市民の皆様とともにさらなる健康寿命の延伸に取り組んでまいります。21ページをお願いします。次に2つ目の柱でありますが、妊娠期、子育て期の親と乳幼児期の健康づくりを推進をしております。妊婦さんなど一人一人に寄り添って相談に応じますマイ保健師制度の導入など、安心して子育てができる環境づくりに努めております。加えて今年度からは新たにさらに安心して子育てができる環境を整えるため、産前産後ケアのプロである助産師による訪問型の産後ケア事業、おうちでホットママケアを開始しました。こうした取り組みを活用していただき、産後の不安を解消し、安心して出産や育児をしていただきたいと思います。また少年期の健康づくりの推進にも引き続き注力しております。昨年度オープンいたしましたお城ランドで十分に遊んでいただき、お子様の心と体の健康づくりにつなげていただければというふうに思います。22ページをご覧ください。3つ目の柱では、本日お越しをいただいておりますさまざまな団体の皆様との共同による地域で支え合う健康づくりを推進しております。また昨年度から新たに健康に関する正しい知識や技術を日常生活の中で身近な方に伝え、自分も地域も心も体も健康にする健康リーダー養成講座を始めさせていただきました。健康リーダーとは、まさに今直面をしていますコロナの影響によるフレイル対策や認知症予防など、地域で健康づくりを楽しく実践できる具体的な方法を学ぶことができる取り組みであります。23ページをご覧ください。4つ目の柱では、社会全体でお互いの健康を支え合う取り組みを推進しております。健康づくりは大切なことは分かっている、でも一人ではなかなか踏み出せない、続かない、多くの方がそのようなお気持ちになったことがあるのではないでしょうか。本市では働く世代の健康づくり講座や、令和3年度からは地域の健康づくりのために積極的に取り組んでいる事業所や団体、個人の表彰を行う健康チャレンジ表彰を実施しております。健康づくりはその方が属する環境に大きく左右されます。会社や地域でその機運が高まれば、会社も地域も健康で明るく楽しい雰囲気に包まれます。ご自身のため、さらには身近な方々のために、お仲間で健康づくりに取り組んでいただきまして、最優秀賞を目指していただければというふうに思います。24ページをお願いいたします。5つ目の柱では、難病患者の皆様の医療費助成に加え、各種予防接種、結核などの感染症対策に取り組んでおります。コロナの感染拡大を機に、感染症への関心が高まっていることと思いますが、改めて予防接種などを通じました健康管理に努めていただきたいと思います。さらに本市では猫の不妊、去勢手術費の補助なども実施しております。人だけでなく動物も地域の中で生活をしています。今年度は助成額の増額も行いました。
人と動物が幸せに暮らせる町を目指し、さらなる取り組みの強化を図っているところでございます。市全体で動物愛護に取り組んでおりますので、猫の不妊去勢手術をご検討される方は市へご相談をお願いをいたします。25ページをお願いします。では健康についてのお話を最後に、先ほどご紹介いたしました健康チャレンジ表彰の受賞団体の活動を紹介させていただきます。昨年度は団体グループ部門で最優秀賞に住吉地区青少年育成推進協議会家庭部会様が輝きました。こちらの団体では健康教育講話や脳活性化運動、リズム体操、ラジオ体操などの楽しみながらできる健康体操を月4回実施をしています。リズム体操では懐かしの名曲や軽快なテンポの曲などさまざまなジャンルの曲を取り入れているそうであります。参加者からは大好評を得ており、体力づくりだけでなくコミュニケーションの場となっているとのことでもあります。26ページをご覧ください。次に事業所部門につきまして最優秀賞を受賞した株式会社早飲み様の取り組みを紹介をさせていただきます。早飲み様では社員の家族グループ会社参加のスポーツ大会の開催やインフルエンザ予防接種費用の全額補助、禁煙外来受診料の全額助成や毎日のラジオ体操の実施など、その充実した多数の取り組みにより最優秀賞となりました。また事業所部門といたしましては、社会保険労務士法人欅コンサルティング家庭部会様、興和建設株式会社様を優秀賞として表彰をさせていただきました。27ページをご覧ください。ここ大里地区におきましても、コロナ禍でさまざまな活動の実施が難しい中、生き生きサロンにおける取り組みといたしまして、グラウンドゴルフやペタンクなどの健康づくりや体操講座による啓発活動、加えて指先を使い脳の活性化にもつながる手芸工作など充実した多彩な活動を行っていただきました。また食水の皆様には栄養バランスに関するリーフレットを配布していただくなど、健康に対する意識の啓発や健康づくりに積極的に取り組んでいただいておりまして、地域の活動に、心から感謝を申し上げます。コロナ禍でも健康づくりを欠かすことはできません。皆様お一人お一人の取り組みもさることながら、こうした地域での活動が健康づくりには特に重要となりますので、引き続きまして本市の取り組みに対するご協力をお願いを申し上げる次第であります。最後に4、連携共同未来に向けてのお話でございます。これまではコロナ、災害、健康といった現状についてのお話をさせていただきましたけれども、ここからは未来についての話をさせていただきます。28ページをご覧ください。日本の総人口が減少する中、本市を含め多くの自治体が人口減少の問題を抱えております。平成27年の国勢調査の結果をもとにした推計によりますと、本市の状況は引き続き少子高齢化が進行し、令和27年には総人口が146,591人まで減少する見込みとなっております。29ページをご覧ください。それでは大里地区ではどうでしょうか。大里地区でも市全体と同様に人口減少が予想されております。平成27年から令和22年にかけて人口は 9% 減少する見込みとなっており、令和22年には人口の約 34% が65歳以上になる見込みであります。しかしながら今後の市や地域における取り組み次第では、こうした状況を回避することが可能となります。今まさに地域の特色を生かした未来に向けた魅力ある街づくりに取り組む必要がございます。30ページをご覧ください。人口減少、少子高齢化の話をしますと、心配になる方もいらっしゃると思いますけれども、大里地区には他の地域にはない素晴らしい特色がございます。昨年7月に実施した市内1万人を対象としたアンケートでは、大里地区の皆様のお答えから、この地区が住みやすいと感じる理由といたしまして、
通勤通学が便利の割合の高さに加えまして、子育て環境が良い、静か、閑静な環境、自然環境が良いといった生活環境に関する項目を回答した割合が高くなっており、大里地区が自然に恵まれた静かで暮らしやすい地域であることが伺いました。31ページをご覧ください。地図が小さくて見づらいという方は、拡大した資料が次のページにありますので、そちらをご覧ください。大里地区が有する、地区の資源といたしましては、生産年齢人口割合及び出生率が全地区中最も高く、大津町にはリニア駅の建設が予定されており、リニア開通のインパクトによる地域や県域へのさまざまな波及効果が期待される地域となっております。また農地が点在しており、のどかな田園風景が残っている一方、3カ所に工業団地が立地し、市全体の製造業の3割以上の従業者数を占めているなど、工業が盛んな地区でもあります。加えて今後設置予定となっております中央自動車道の甲府中央スマートインターチェンジや新山梨環状道路など広域的な移動の利便性が高い地域となっております。32ページをご覧ください。これまでの説明の通り、大里地区にはたくさんの魅力と資源がございます。人口減少、少子高齢化、ライフスタイルや価値観の多様化など社会情勢は急激に変化をしており、今後も豊かに暮らしていくためには地域の特色や地域資源を生かし、住民の皆様が何をしたい、何ができる、どんな街を子どもたちに残したいといった思いを理想の暮らしや地域のあるべき姿として思い描いていただくことが必要であります。そして、皆様で描いた理想の姿に向けまして、公民の連携協働により取り組んでまいりたいと考えております。今後地域の将来につきましてご意見を伺う際は、こういう街にしたいという強い思いをお聞かせいただければというふうに思います。その未来に向けまして、私たちも最大限努力をしてまいります。33ページをご覧ください。各地区におけます取り組みを紹介をさせていただきます。伊勢地区では、コロナ禍で高齢者が家に閉じこもりがちである現状を捉えまして、地域でウォーキングマップを作成しました。また愛川地区では、愛川地区が抱えている課題を明らかにするため、防災減災あるいは地域の支え合いなど5つのプロジェクトチームが結成されました。こうした新たな取り組みは未来のまちづくりに向けた大きな進化であると感じております。そして大里地区におきましても、環境美化活動として各家庭にビオラの配布を行い、明るいまちづくりを実現していくための取り組み、大里花でまちづくり事業を実施していただいております。こうした活動はまさに地域の未来、本市の未来につながる大切な活動であるというふうに感じております。34ページをご覧ください。地域の皆様方の取り組みと合わせまして、本市におきましても市民の皆様の豊かな暮らしに向け、さまざまな事業を展開しております。子どもに関する分野では、今年度中に健やか子育て医療費助成事業の対象者を拡充し、高校3年生相当までの医療費の無料化を実現実行してまいります。また家庭において家事や育児などを行い、学業に支障をきたすような子ども、いわゆるヤングケアラーへの支援を強化し、子どもの健やかな成長をさらに推進をしてまいります。そして安全安心なまちづくりに向けまして、地域の暮らしを守っていただいています消防団の皆様方の報酬の見直し等を行い、処遇改善による担い手の確保を図ってまいります。さらに高齢者や健康の分野では、介護認定の割合が高まる高齢者を対象として、健診受診の案内や各種保険事業の説明、地域特性に合わせました講義などを実施する健康づくり同窓会という新規事業の開催、また血糖値が高い方の割合が高い本市の現状を捉えまして、管理栄養士などの医療専門職がご自宅を訪問し、栄養指導や相談支援を行います。これも新規事業でありますけれども、3ヶ月血糖チャレンジなどを実施してまいります。なお大里地区におきまして、健康づくり同窓会を開催いたしますので、日程が決まり次第
今年度に75歳となる対象の方に個別に通知をお送りをさせていただきますので、ぜひともご参加いただきますようお願いをいたします。35ページをご覧ください。さらに産業の分野でありますが、コロナ禍で打撃を受けました地域経済の立て直しに向け、甲府城周辺の整備に取り組み、中心市街地の活性化などを図るとともに、宝石の町甲府としての輝きを国内外に発信するため、工房体験や市内周遊を行いますジュエリーツーリズムを新たに実施し、販路拡大による地場産業の活性化を図ります。また本市には、緑化祭りや小江戸甲府の夏祭り、甲府大好き祭り、発酵マルシェなど、四季折々の魅力あふれる集客イベント、お祭りが数多くございます。こうしたイベントの魅力を最大限に生かしまして、にぎわいの創出にも取り組んでまいりたいと考えております。また、誰一人取り残さない社会の実現を目指す世界的な取り組みでもあります。SDGs の視点を、本市の様々な事業の推進に生かし、誰もがより豊かで持続的な社会の構築を目指してまいります。36ページをご覧ください。ここからは、甲府市の南部地域の皆様に関係の深い市の事業を一つ紹介をさせていただきます。4月28日に公園部分がすでにリニューアルオープンいたしました、有機公園及び附属動物園の整備でございます。すでに多くの家族連れの皆様方に広くなった、きれいになった公園で、楽しんでいただいておりますが、この10月からは動物園部分の工事にも着手をさせていただくなど、有機公園及び附属動物園が町中のにぎわいの創出や子育て交流の場として、また人にも動物にも優しい動物園となりますよう、未来に向けて愛していただけますよう、そんな施設となりますよう計画的に整備を進めてまいります。生まれ変わる予定でございますので、楽しみにお待ちをいただければというふうに思います。37ページをご覧ください。大里地区での本市の取り組みについて若干ご報告をさせていただきます。今年度の主な事業につきましては、先ほど商工団の皆様の処遇改善の話もございましたが、大里分団第2部、塚市場の小型動力ポンプの更新をさせていただき、地域防災力の維持向上を図ってまいります。また大里小学校の放課後児童クラブのトイレの洋式化や学区内の交通安全対策工事を実施することにより、放課後児童クラブの環境向上や子どもたちにとりましても安全安心な地域づくりに取り組んでまいりたいと考えております。今後におきましても、地域におきまして、お気づきの点がございましたら市役所にご相談をいただければというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。38ページをご覧ください。私には、甲府の明るい未来づくりに向けまして強い信念がございます。それは、まちづくりは未来づくり、未来づくりは人づくりという思いであります。多くの市民の皆様にご参加をいただき、ご協力をいただきました甲府開府500年記念事業は、この思いを常に持って事業の展開を図ってまいりました。居住する地域の歴史や文化を再認識していただくため、私の地域、歴史探訪事業や甲府ラーニングスピーチ事業を実施いたしました。こうした取り組みを通じまして、若者から高齢者まで多くの市民の皆様の心に甲府市民である誇り、すなわちシビックプライドと郷土愛が育まれ、甲府の未来づくりに向けた大切な一歩を踏み出すことができたと感じております。39ページをご覧ください。また子どものたくましい成長なくして本市の未来はございません。そこで本市の未来を担う子どもたちに、夢を持つことの素晴らしさや挑戦し続けることの大切さなどを伝えます、そんな機会として甲府ドリームキャンパス事業を実施してまいりました。甲府大使と本市にゆかりのある方を夢の先生に迎えまして、甲府市内の小中学生に夢を持つことや夢に向かって努力することの大切さ、素晴らしさを伝えていただき、参加した子どもたちからは、自分を信じて夢を諦めずに前に進みますといった声が聞かれるなど、子どもたちが未来を築いていくための機会を創出できたものと感じております。40ページをご覧ください。最後になりますけれども、私は人と町を育み、それを未来、次の世代に引き継ぐことが今を生きる私たちの使命であると感じております。甲府開府500年記念事業での取り組みで深まりました甲府への愛着と誇り、
これは未来に向けた原動力となります。この原動力をさらに高め、市民の皆様とともに本市の明るい未来に向け力強く進んでまいりたいと考えておりますので、今後とも市政の推進に対しましてのご理解とご協力を賜りますようお願いを申し上げます。本日はご清聴ありがとうございました。